随分な荒れようじゃないか。囚人番号3番、フータ。誰のせいだと思ってんだ、クソガキが。僕は看守だ。言葉遣いには気をつけろ。なめんじゃねえぞ。こんなところに連れてきて偉そうにしやがって。どうした？震えているぞ。やってやる、やってやるよ。理屈はわからないが、ジャッカロープが言っていたのはこれか。囚人から看守への攻撃はできない。なんだっつんだよ、現実じゃねえのか、ここは。無害とはいえ感心しないな。看守への攻撃行動、とても悪印象だ。こんなふざけた場所へ閉じ込めた奴が何言ってやがる。立派な正当防衛だ。何笑ってやがる。いや、すまない。こっちの話だ。何なんだよ、てめえ。まあ一旦座れ、フータ。尋問を始める。どうした？腰が抜けて立てないか？バカにするじゃねえ。そもそも俺は自分が囚人だなんて認めてねえ。こんなわけわかんねえ場所に連れてくるなんて人権侵害だ。自分を囚人だと認めていないか。当たり前だ。無実の人間を拘束して監禁するなんざ、てめえの方がよっぽど犯罪者じゃねえか。他の奴らはなんでか素直に受け入れてやがるが、俺はごまかされねえぞ。それはおかしいな。お前らは全員人殺しだと聞いている。知らねえ、誰が言ってんだそんなこと。思い当たる節もないと。当たり前だ、名誉毀損だろそれ。しかし人殺しという言葉が出た瞬間に腕を組み出したな。これ以上踏み込んでほしくないか。は？囚人ではないと僕に殴りかかるほどだ。日本の法律を犯していないという自信があるんだろう。そう言ってんじゃねえか。しかし人殺しには反応した。立件はできない、犯罪ではない。ただ人は殺した。目をそらしたな。バカバカしい、的外れだぜ。話し始める前に唇を舐めたな。緊張している証拠だ。嘘をつき慣れていないのか。いい加減にしろってめえ。頭に血が昇ると暴力が無意味だということまで忘れてしまうのか。ちなみに教えといてやろう。仕草や反応で心理が読めるなんてことはありえない。それらしい話に簡単に騙されないようにな。こいつ残念ながらお前の言う人権侵害も監禁も名誉毀損もミルグラムでは全く問題にならない。ここはそういった断りの外にある。そんなこと認められっか。自分の立場をわきまえろ。何を言おうとお前は人殺しの囚人だ。決して逃げられない。お前に判決が下るまではな。くだらねえ、俺は殺してねえ、殺してねえんだ。殺してねえよな。フータ、なんだよ。先に述べたミルグラムの性質上、お前の人殺しも今の時点では問題にはならない。僕はそのことでお前を責める気もない。
一旦落ち着くといい。殺してねっつーの。どちらでもいいさ。いずれミルグラムの力でわかる問題だ。お前の心象を覗くことになるからな。プライバシーの侵害だろ。ふざけんなよ。お前にとっては好都合だろ。本当に人を殺していないんだったら、それを証明できるんだ。そうだけどよ。安心しろ。ミルグラムは、まあ、僕もかな。別にお前の敵じゃない。たとえ法律を犯していても、人を殺していても、ミルグラムで許すと判断されれば許される。ある意味、フラットだろ？まあ、お前の味方というわけでもないけどな。落ち着いたようだな。現状どうしようもねえからな。出口は見当たらねえし、力ずくでも通用しねえと来たらよ。おいやつ、言葉遣いに気をつけろと言ったはずだが。うるせえ、どうせ俺より年下だろ。やれやれ、野蛮人め。ここは何なんだよ。何の目的で俺たちを捕らえてんだ。答えるつもりはない。お前たちはただ監獄で生活をしていればいい。おい、囚人だからってなめんなよ。刑務所の中の人権侵害とか今時問題になってんの知らねえのかよ。なんだ、囚人だということは認めたのか。言葉のあやだバカ。こちらからの質問をするぞ。監獄内の生活はどうだ。どうもこうもねえよ。スマホも PC もねえし、現代人からネットワークを奪うなんてどうかしてんじゃねえのか。他の囚人との関係性はどうだ。別に、でも変な奴らだよ。なんでか落ち着いてる奴も多い。こんな状況だっつうのに、うん、特に気に食わねえのが指導と和井のおっさんコンビだな。この緊急事態だっつうのに年長者のくせにのんきにしやがって。頼りねえたらありゃしねえ。そうか。ああ、はるかもみことも全然だけどな。俺が引っ張っていかなきゃなんで。ふーん。そもそも女は頼りにしてねえしな。代表してガツンと言ってやるよつって今回も俺が来てるわけよ。ああ、それであんなに興奮してたのか。しかし代表の割にやけに震えていたな。いや、それはユナのやつが尋問室でとんでもねえ暴力を受けたって言ってたからよ。むしゃぶるいってやつだよ。ユノ、律儀にやってくれたんだな。なんか言ったかよ。特に何も。しかしよく喋るようになったじゃないか。は？お前が質問してきたんだろうが。最初はよっぽど怯えていたのだろうな。先制攻撃することでそれをごまかす、そうして自分を守ってきたのだな。喧嘩売ってんのかよ。僕がお前を判断するために必要な評価だ。気を悪くするな。おい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 、偉そうに人を評価してんじゃねえぞ、違法行為だらけの奴がよ。ここを出たら絶対に訴えてやっからな。お前もただで済むと思うなよ。ふん。俺は悪い奴は許さねえ。このミルグラムとかいう場所も絶対に潰してやる。僕が悪いやつか。その発想はなかった。ではフータ、お前は正義か。足りねえだろ。悪をぶっ潰すのが正義だ。正義が人を殺したのか。殺してねえ。では思考実験だ。どう思う？正義のための殺しは許されるか？許される、許されるに決まってる。興味があるな。果たして正義は許されるのか？善悪、罪、そこに因果関係はあるのか？
い、何ブツブツ言ってやがる。見せてもらうよ、お前の正義。歌を抽出するってやつか。好きにしやがれ。そうさせてもらおう。何か言い残したことはあるか。言い残したことね。おい、ヤス。なんだ。なんで笑ってやがった。最初の方、こっちの話だとか言ってはぐらかしてただろ。ああいうのもやして気持ち悪いんだよ。ああ、あまりに囚人らしい囚人だったもので、正直少し嬉しくなった。おかげでいつもより張り切っていじめてしまったかもしれないな。はあ、楽しかったよ。ありがとう。囚人番号3番フータ、さあお前の罪を歌え。